HBQCV とは、スイスのアマチュア無線化が開発したアンテナである。HBQCV アンテナアンテナの構造開発者で、ある、ルドルフ・バームガートナーの呼び出し符号がそのまま、アンテナ名称となった。位相差給電アンテナの一種で、最も構造が単純なものは、ダイポールアンテナと同一形状の1、2波長エレメント2本を1、9から1、8波長離して、 平行に配置。一方向だけに指向性を集中させるエレメントを、わずかに短く、もう一本をわずかに長くした上で、それぞれ逆位相に給電する。またヤギ、歌アンテナ同様に同波器を追加し利得工場が、可能なほか以下の特徴がある。微妙な調整を必要とするため、コストも考慮される、業務無線では使用されない。一方で使用する。 周波数帯が限定された上で、アンテナが原因で通信に支障をきたしても、金銭的損害は生ませず、調整そのものも楽しみとすることができる。アマチュア無線では、熱狂的な愛好者も多い。HBQCV をベースにしたアンテナには、以下のバリエーションがある。ZL スペシャルエレメントに折り返し、ダイポールアンテナを使用したタイプ。 ニュージーランドのアマチュア無線化が考案したため同国のプリフィックス ZL から命名。HBQCV よりも高帯域で使用可能である。スイスクワッド HBQCV クワッドとも呼ばれる。それぞれ単体の HBQCV をスタックにして上下エレメント端を体に接続して四角形にしたタイプ。ありがとうございます。